演舞開演。どうも、本日はこちら、アマノフーズのドライフリーズエラ…じゃなくてフリーズドライの枝豆を食べたいと思います。逆フリーズドライ聞いたことはありますが、それが枝豆に使われているとは。では、いただきます。いや、冷たいというわけでは、まあ、美味しいですけど、普通に食べる枝豆よりもパリパリとしていて、むしろ節分に食べるお豆のような食感と味でした。枝豆として考えるとちょっと違うかもしれませんが、お豆としては美味しかったです。これで栄養が取れるのならさらに嬉しいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。